中国運輸局によりますと8月1日から県内の普通車のタクシーの初乗りは現行の690円から760円に上がります走行距離に応じて80円上乗せされる加算運賃は現行の272メートルごとから245メートルごとと短くなり実質的な値上げとなりますコロナ禍で利用者が減ったことや、 燃料価格の高騰などでタクシー会社の経営が悪化したことなどが理由です。大型車なども値上げされ、料金の改定率は前回の2020年2月より大きい10.61%となりました。中国運輸局は、県内の58社から料金改定の申請を受けていて、必要性を審査した上で今月26日付で公示しました。